はい、皆さんお疲れ様です。ハリーとスターを目指す男アレクサです。317名のファミリーの皆さん、本当に皆さんいつもありがとうございます。明日週末お疲れ様でした。お仕事の方お疲れ様でした。お休みの方はいかがお過ごしでしたでしょうか。最近ですね、声のボリュームがちょっと上がったと思うんですけど、隣のシェアメイトの多分60歳ぐらいの方が多分なんですけど、ここ 2,3 日いないんですよ。もしかしたら退去したかもしれないですね。また新しい仲間が増えるかもしれないので、ちょっとまあ楽しみというか、はい、楽しみにしてます。で、なんか1店舗目オープンした時って2022年の12月なので、ちょうど本当に1年前ぐらいなんですけど、その時って本当に休みがなくて、もうめちゃくちゃきつかったんですよ。でも本当に寝る暇もないくて、朝も早いし、もうめちゃくちゃきつかったんですけど、楽しかったんですよね。こうアドレナリンというか、もうレッドブルとかモンスターとかエナジードリンクに頼りまくって出勤してたのを覚えてます。やっぱ飲食店で朝昼晩営業して、また朝昼晩営業してたんです。で、朝が5時起きの6時、朝食があるんで6時からやって、そこから夜の11時までやる。もうね、本当に大変でしたよ。で、今それに近い生活がまた始まろうとしてます。でも今しかも2店舗になったからですね、物理的にどう考えても回らない日が必ず来る。シフトでどうしましょう本当にどうしましょう、マジでどうしましょう。はい、でもなんかこう、何でしょう、アドレナリンというか、もうやった分だけね、本当に結果になるとは限らないけど、形になるというか、こうやりがいありますよね。とにかくアドレナリンがめちゃくちゃグワーグワーグワーって出て、もうパッションのもう欲望がもうグワーって感じなんですよ。もう本当に音楽をガンガン聴いて出勤してね、もう自分との戦いです。本当にでもアドレナリンが出てるときっと本当面白くて、あのヒゲと髪の毛の生えるスピードがめちゃくちゃ上がるんですよ。去年えぐくて、僕そもそもヒゲこう生えるタイプじゃなかったんですよね、昔から。まあ家系というか、まあ父上も弟もお兄ちゃんもあんまりこうね生えるタイプじゃないですけど、なぜか僕、次男の僕だけこうなんか突然変異が起きて、ヒゲがめっちゃ生えるようになりました。なんか男性ホルモンというか、なんか覚醒したんですよね。なんかあったんですよ、僕。それが30過ぎぐらいそれがあって、ヒゲ生えなかったんですけどね。面白いですよね。なんか人間追い込まれたり、今までない感情であったり欲望であったり、なんか自分のキャパがこうなんていうかオーバーした時って面白いこと起きますよ。本当に僕も起きてますよ今。でもう一回覚醒したい。でね、髪ね、やっぱりねアフロしたいんだけど、アフロするとですね、男性ホルモンがどんどん広がって、ね、増えていけば、やっぱりもう毛がやっぱどんどん増えていくんで、こうアフロにしたいんですけど、アフロって帽子かぶった時の多分バランス悪いでしょ。なんで僕はやっぱりロン毛のふわふわのあのゴールデンレトリバーみたいな髪の毛にしたいなって思ってます。やっぱヒゲがね、男性ホルモンが突然変異したおかげで生えるようになったんで、ありがたいですね。まあちょっとすみません、話が逸れたんですけど、また明日から月曜日
明日も朝から出勤するんで、また盛り上げていけたらなと、思います。皆さんも月曜日また楽しんでいきましょう。以上、ハリウッドスターを目指す男アレクサがお送りしました。強い皆さん、失礼します。おっしゃ。